和州下町探偵団源さんです。今日はね、1月2日お正月。こっち見るとあんま人いないけどね、すごい人いるよ。亀戸の香取神社に来てるのだ。香取神社の前でベーゴマをちょっと皆さん子供たちにお教えしようかと思って。今のとこまではそんな人いないけど、さすがに鳥居越えるとね、すごいよ香取神社。この手の灯籠が結構夜になると綺麗なんだよね。去年のね、正月やっぱ夜だけ撮ってるんで、この灯籠の感じを見たかったら去年の今頃の、データを見ていただくとよろしいかと思う。すごいね、1日はもっとすごかったんだろうね。ずっと並んでるね。昨日の門前仲町と同じで、富岡八幡宮と、深川不動があるように、ここも村の鎮守的な、町の鎮守でいいのかな、町を代表する神社、香取神社があって、それからかなり有名な亀戸天神がある。亀戸電池はさすがにね、言わずと知れたみたいな感じはあるけど、たくさん人並んでるし、亀戸天神も昨日と同じように交通規制がされてる。車がね、一車線しか通れないなって。繁盛。まあ、とりあえずわしがやりたいことは昨日と同じく参拝ではない。ベーゴマをこれから子供たちと一緒に遊ぶんで、その様子をちょっと撮っていこうと思ってるのだ。勝手知ったる亀戸なんで、亀戸天神も香取神社も何度もベーゴマに関するイベントをやってるから慣れたもんなんだけど、ちょっとお客を集めるかな。やっぱね、このぐらいだとね、自分から集めないと。まあ、ベーゴマやるとね、自慢じゃないけど、まあまあ人集まるのよ。なので、あっという間に人集まりました。ちょっとね、なんか、助っ人が来てくださってるんで、結構わし、楽です。一人でやることになるかなと思ってたんだけど、町の長老タイプの人が二方、いろいろベーゴマの、なんていうのかな、ベーゴマクラブみたいなところの方が二方で、私と5人と、5人いったらもう楽勝ですよ。ベーゴマはまず紐を巻くとこから始まるんで、巻く方が難しいんだよね、どっちかっていうとね。すごい、反対だよ。回すための準備は、まあ、そんな難しくないんだけど、紐が結構ね、ちゃんと準備しておかないと回せないんで、子供がたくさん来た時のためにまず紐を作ってます。10本ぐらい。いつもは、3月の福明け祭りの時にここでベーゴマ大会をやってることが多いんだけど、今日はまたそれとは別にこの参道でちょっとお正月の賑やかし的な感じでやってるのだ。で、だから大会の時は亀戸香取神社とか観光協会とかそういうところが主催なんだけど、ここの通りを盛り上げようと思ってる
この人香取林さん、主催は香取林さんです。だわしはね、主催っていうか運営だね、うん、でも奥深いですよ。はい、楽しいです。花田さんはね、花田さんは主催してる割に回したことないらしいんで、今日喜んで楽しんでます。でも花田さんはね、多分林ってぐらいだから、お林が専門なんだけど、ここの町を盛り上げようと思って、ね、結構頑張ってると思うよ。なので継続的にここでベーゴマをやるつもりらしいんで、私もちょっとお手伝いできればお手伝いしたいなと思ってるんだ。お店自体は結構休みだね。結構でもこの通り沿いは一応車も通れるけど、ほとんど人道みたいな感じなんで、時々イベントをやってるんだけど、どうかな、大通りじゃないからな。近くにはホコ天やってる十三軒通りとか、蔵前橋通りとか、大きな道があるから、そう考えるとそんなに人は通らないんだけど、でもそこをなんとかお囃子の人と足で、ね、盛り上げていければいいなと思ってる次第です。ここね、レバーのハンバーガーなんだけど、書いてあるか、新鮮レバーの美味しいお店、レバーのハンバーガーうまいよ、うん、空中で回すんだ。難しい。難しい。直接これぶつけて回すと思うと難しいんですけど。ああ、上で、ね。空中でキュッて引いてやってる落とすような感じ。なるほど。上に回す。下にだけじゃなくて横にもね。ほら、横だって。それ。こうやって後ろ車来ます。後ろ車来ます。後ろ車来てます。車。車車。これを下見て。こうやって下投げちゃうとダメなの、真横に投げて、右に投げたら、真っ直ぐに投げて、前に投げたら、どうも上手いです。すごいね、楽しい。酒井さんがちょっと遊びに来てくださいました。酒井さんは、東向島団地のところで精力的に町をやっぱり良くしようと思っていろんなイベントをやってる方です。昔わしがちょっとフリーマーケットをいろいろ調べたり、いろいろ、こういうとこありますよってお知らせしてた時に、結構その頃から東向島までフリーマーケットをやってられた、そんな感じでも東向島あたりでは酒井さんつったらおーってぐらい結構有名な方です。実はこの動画でも1回か2回登場してもらってんじゃなかったかな、うん、なんか東向島じゃないらしい。東向島のところの団地が、主な活動拠点なんだけど、住所は堤通りらしいです。ちょっと回してください。今日はお手製のミニ毒を持ってきた。回してもらおう。回してみてください。頑張れ。この回しもね、でもね、あんまないんだよな。10回1回ぐらいしか回せない。いや、これはちょっと無理ですよね。やってみないとわからない。あ、そんな強くやらない方がいいですよ。ふわっとぐらいの方が。ダメでしたね。確かにいい音がする。
1時から3時までなんで、そろそろベーグマ終わろうかと思ってんだけど、なんかさっきよりまた増えたね。なんだろう、なんだろうってことはないか。みんなちゃんと初詣をするんだね。偉いね。まあそういうことで、香取神社も盛大に、ベーグマもまあまあ盛り上がって終わりにできることができそうです。はい、じゃあ今日はこの辺で、これでいいのだ。